前回とスタメン一緒だもんね。だったら伊藤もうちょっと早く下げてほしかったなとかありますけどね。サウジは別にいいサッカーしてるわけじゃないからね。特に谷口の方が心配ですね。左からのクロスに対して。酒井宏樹がいかに、酒井宏樹伊藤でいかに上げさせないかみたいなとこですよね。いや、酒井調子悪いね、やっぱり。ボール持った時の調子が悪いんだよね。ただプレスバック、この強度がえぐい。早い時間帯だからね、微妙に繋いでってやりたくないんだろうけどね。レオさん、中国戦踏まえて自分が監督だったらメンバー変更してますか？まあそうですね。っていうかまあ、スタメンが僕だったら違いますからね。久保を外すことは絶対ないですね。さあ、ここちょっと境出ていかなくて、ここ中途半端になると、こう起点できますよね。サウジもこの力高いですね。ディフェンスラインのこのやっぱ、横のスライドがちょっと曖昧。境的にも今出てって大丈夫かなみたいなところで、一番中途半端なところで止まっちゃったからね。ちょうどね、なんか間延びしそうというか、今喋るからだけど、さっき言ったのは、この 4-3-3 の守備で、ここどうするのかっていうので、まあ、降りてきてる選手とかは多分大阪を抑える。もしかしたら大阪こういう守備してた時もあるから、まあ状況によってある程度決めてるか、選手の判断なのかもしれないけど、基本ウィングがサイドバック切りながらやる。まあ、この守備はいいんだけど、このボールこっち持ってるときに、こういう守備してこう運んできたとき、この時にさ、3枚のまんまだと結局こうポジションチェンジされたとき、出てってここフリーになったらどうしようとか、さっきもこういうのがあったから、これをより一層安定感というかリスクをかけすぎず、この奪う守備どうするかっていうと、出てってアンカーずれて逆のインサイドハーフが絞ってウイングも絞ってでこっちに限定しちゃうっていう。で相手突っ込んできてるからこっちには振られないから結果出てってる人もいるけどスペースは埋めててボール奪えるみたいな。でここまでちょっとねチームとして落とし込まなきゃいけないんだけどこういう守備やるならこれをここまでは決めてんだけどこっから先のところがふわついてるから結果いらないところに人がいているところに足りないみたいな。結構相手チームが強くなると一発やられるような守備になってるなみたいなね。ちょっと大迫がこんなもらたみあるのはちょっと嫌だな。なんかこうオンザボールのとこのさボールコントロールの方に脳のリソースいってて判断ミスっちゃうとかまだわかんないけどこういう風にボールコントロールしてなくて味方がボール持って顔上げた瞬間チャンスになるかもしれないところで一個動き出しサボっちゃうとかにはちょっと気になるんですよね。こういうのをちゃんと戻ったりとかこの1個のチャンスのために動き出し変えれる選手って世界でも点取れる。それこそバーディーとかロナウドとかハーランドみたいな選手なんでね。そう、触んなければワンチャンもあったかもしれないからね。それこそ大迫を批判する人は1人でさ2人相手にキープできなくて大迫っていうよりもこういうとこ言ってほしいですけどね。僕からしたらじゃないね。サッカーっていう競技に対する考え方として批判して直せる部分だと思います。今さサイドがさこっちはまあ伊藤が張ったり酒井がこうなったりで左はまあ長友張ってるじゃないですか。なんですけど、それぞれが内側で、サウジアラビアにこのプレスに合わせて、センターバックにサポートいくから、結果まあこっち張ってても、この辺がぐちゃぐちゃ動いて、ここにボール入った瞬間に、ここに人がいないから1対1で仕掛けるしかなくなってたり、雑にクロス上げるしかなくなってるんですよね。キーパー後ろサポートいかないと。そう、こうざっくり蹴るだけになるからな。今、キーパーが谷口に渡した後に後ろ作ってたのか、谷口が作って、それ気づけてなかっただけなのか。そう、細かいね、キーパーの斜め後ろ。ちょっとエスケープって呼んでるんですけど、エスケープ作りってめちゃくちゃ大事なんですよね。で、何より選手得意なところ使ってあげたから、伊藤が中でこのスピード勝負してんのがね、外で受けさせたいけど、やっぱね、でもこれでも行くからすごいけどな。来た！いや、止めんかい！おーいいや、伊藤すごいね。内から外のランニングでさ、あそこでセンターバックに競り負けないのすごいよ。普通決まんないあれですもんね。今チャンスの作り方ですもんね。いや戦術伊藤だな。長友の今のねコーナーキックの守備とかのね相手の小さい選手に長友まんまくなんだけど入ってこさせないよかった。こういうのはすげえ研究してそうだね。スールシャールもね全然戦術ない監督だったんだけどセットプレーで交代で入る選手のセットプレーの指示とかめちゃくちゃ細かくやったから結構あるあるなんですよね。攻撃デザインできないとか、守備前から奪えないみたいな監督、セットプレーはちゃんとやってるっていう。だからなんか昔の監督ってそうなんだろうね。セットプレーをちゃんとすんのが監督の仕事で、あとはモチベーティングみたいな感じだったんだろうね。セットプレーのさっきの守備良かったですね。ミーボニ君、レアザ、退場、再入場今日の僕の肩書きはもう分析官じゃなくてね、ラブソングですから。大迫の落とし良かったんだけどな、発想は。いや、南野の切り替え素晴らしいですね。さすが。セレッソ・ジゴミ。結構前のやつ言うんだねっていう。絶対リバプールだと思った。仕込んだのセレッソの時からなんだって。もらえなかったけど、板倉の守備良かったっすね、今の。起点作らせないの。日本人のセンターバックってああいうのをね、昔はできなかった。今もう海外の選手はもうあれ、デフォルトになるからな。キーパーさ、ミドルシュートの感じで弾くんだったらサイドを弾くし、キャッチするんだったらよく三角形とかやるけど、この間配信で教えてもらったのはブーメランみたいな。三角形だと肘が曲がるからつくときに痛めるけど、これをブーメランの形こうかなあれ前画像まで送ってくれたな。この肘が曲がらずに落とせる形みたいな。なんかそういういろいろキーパーセオリーみたいなあって、ただ手をボールに当てればいいみたいな感じだったのが気になりましたね。こうだね。だから肘から落ちない形みたいな。いやで入らないだろうな。この大迫がボランチを抑えるのか、千葉間切るのか、マジで決めてない監督、すごいな。ノン切ったらあれやしねえな。前からの守備はいい感じにみたいな。まあね、昔ある人教えてくれましたけどね、森保さんがね、このままでいいよっていうふうに言ったら、中の選手たちがこのままのこのが分かんないって思ったっていう話があって、残り2分気持ちでしのいで、ハーフタイムちょっと休んで、ここからワールドカップの出るために、あと45分切り替えて、気合い入れ直して頑張るぞみたいなこと言って状況変わらず、ワンチャン戦術伊藤とか後から出てくる前田とか浅野があるか、久保が入って流れ変わるかみたいなのがなかったら、もう普通に押し込まれてやられます。だって攻撃の時で言ったらさっき言ったね、ここ孤立する問題、伊藤が基本内がいるから、内から外出てくとこのスルーパスでゴールに向かって体向けないで、一人の力で解決してる。酒井が低い位置で持ったとき、ここに人がいればいいんだけど、ここは森田がやりたいから、酒井こうなると、ここにいて、結果、低い位置の酒井から、内側の高い位置の伊藤だから、こういうパスはカットされるし、逆にこういうパスのときは、もう体外向けちゃってるから、対応されやすくなるし、みたいな問題、こっちあって。こっちは長友孤立問題。で、南の長友みたいなときに、田中碧がいろいろ動き回って、ここにいないときには、ここ繋がんなくなるし、遠藤とポジションチェンジしたときもそうだしね。で、守備に関しては、4バックになって、433のここのスライドが遅れて、ここ開きまくる問題と、あと、大迫が一人でこの4人を抑えなきゃいけなくなってるとか、この4人を抑えなきゃいけなくなってるとかになって、結果このあたり起点できて、3センターのズレも遅いから、押し込まれてってなるっていう。一応、本当いろいろ分析することはあるけど、この辺はもう本当にレベル低すぎてもう言わせないでくれってやつばっかりです。斉藤は自分で狙った。来たー！すげえゴール！半端な。いやー、伊藤で勝ってんな、ずっと。伊藤すごいね。大迫。そう、後ろ向いた状態がこうね、前向きの選手使うのはうまいんだけど、こっから先だよね。あと今のとかもね、基準？厳しい人なら絶対やれって言いますけど、サイドにはたいた後もう一発スプリントかけてほしいんですよね。そうすると大迫が相手のディフェンスライン下げるから、後ろの選手たちにスペース提供して、今の1回もね、チャンスになるんだよね。いやー、多分今ね、大迫はね、南野に落としてもらって俺からだろみたいな感じだったよね。今までの日本人オファーだったら別に今のでいいんだろうけどな。そして大迫がめちゃくちゃいい時も知ってるからね。それこそハリルの時のサウジ戦の大迫とかすごかったけどね。権田が一人で持った時、センターバック2枚ともね、サポートいかないからね。もう蹴るっていうかね。これで繋ぎたいって本人は言ってるから、今ので拍手してるから。森保さんのサッカーはこうなんですよね、本当に。2ヶ月、3ヶ月おきに1、2試合あるだけの監督だから続いてるだけですよ。大迫南野は縦関係だといいけど、横関係だと良くないね。やっぱ日本、縦スラの守備緩いよな。大迫行った後の森田もそうだし、森田行った後の後ろも緩いしね。高い位置から行きたいんだけど、自分の裏のスペースは開けたくないみたいなさ、物理的な無理なね、糸の追い方をしてるんですよね。ここ全体ずれてこないと、スライド遅いな。遅いというか、この守り方なんだろうな。サイドバック出てって、後ろセンターバックでみたいに、するよりも、もうある程度ずるずるいって、そのまま精度悪いクロスだったら上げさせていいみたいな。やっぱ全体的にあれですよね。相手レベル上がったらやばい戦い方してますよね。あ、遠藤とかあるの？あ、インサイドハーフで使うんだね。日本でこれ見れるのはちょっと楽しみですね。ちゃんと巻いてあげてほしい。遠藤の権田への扱いがわかるシーンでした。キュッてやってあげてほしかったよね。はい、ザッて。自分でやれ。4231かな。これだね、ユニオンで見た時の。起用法だと森保さんね、向こう視察行ってるからね、そのままシステム変えたくないし、インサイドハーフなのかなと思ったけど、このインサイドハーフっぽくない？